さあ、始まりました。もちゃちチャンネル。さあ、じゃん、出ましたね。はい。こちらでございます。公式トイックリスニング&リーディング問題集の11が出ました。こちら、レビューしていきたいと思いますね。やっぱりね、難しくなったと言われているわけじゃないですか、トイックが。で、公式の10は簡単すぎるから、今度こそ公式11は、ちゃんと今の難しさを反映して、むずくなってんじゃないの、どうなのっていうのをね、はい、気にしていた方いらっしゃると思いますので、どうだったのかレビューしていきたいと思います。トイック満点100回以上取ってる、はい、私がですねやりました。まあ一応テスト1を中心に話していくんですけど、ちょっとテスト2ネタバレになるとまあ嫌だなっていうところもあるんですが、まあちょこっと入れながら話しますね。はい。でいつも問題やるときなんですけど、あ、そうね、今回ほらちゃんとね音声ダウンロードですからね、ちょっと音声ダウンロードの仕方もうちょっと詳しく書かないと、 ABCードっていうアプリを使ってやるんですけど、ちょっと ABCードでもここに書いてあるのでからすぐにたどり着けないから、ちょっと不親切かなって思うな。もうちょっと分かりやすくしてあげた方がいいですよ。だから結構音声たどり着けないで困ってる人はいるだろうなと思います。でいつもながらですね、まずサンプル問題が入ってるんですけど、そのサンプル問題ってなぜか昔のナレーターさんなんですよね。はい。だから今回もオーストラリア人イギリス人とか懐かしの声を聞くことができましたね。はい。で本編の方は新しいナレーターになってます。で、テスト1、テスト2に関してなんですが、まあ僕早くしちゃうんで、音声ね。だからパート1、2は 1.8 倍でやったかな。ちょっと2倍だと早すぎるなっていうので、ABCードで音声のね、速度調整できるんで、パート1、2はそれでやりました。で、3、4は先読みなしです。もう全部、設問読まれてる時飛ばしちゃいます。僕は聞きながらで別に設問読んで解けるんで、で、それで 1.2 倍速かな。でやった。最初ね、1.5 倍でやろうと思ったんだけど、先読みないから結構きついなと思ってね、それでやったんですけど、で、やった感想としては、むずくはなってますね。多分、10と比べたらむずいと思うんですよ、だいぶ。はい、ただ、まあ、やった方、わかると思うんですけど、一番如実に出てるのが、テスト2のパート5がむずいね。これが、如実じゃない？だいぶむずいよね。まあ、今の、本当にトイックの傾向を反映してますね。だから、合計問題がむずい。っていうのね、合計でなかなかむずいのは、ほぉ来たなって感じで、名刺になれるやつがバババッと並んでるやつね。で、テスト1にも入ってるんだけど、テスト2の方がむずいね。語彙問題もテスト2の方がむずかったね。まあ、前回のトイックなんかはまさにすごくむずかったんで、7月の土曜のやつですけど、まあ、それにちょっと似てるかなと思いました。はい。じゃあその他見ていくんですが、まずパート1はまあそんなむずくないね。本番の方がむずい。表現考えるとやはり本番の方が厄介ですね。だから全然 1.8 倍とかでも余裕だなって感じでした。でパート2は 1.8 倍だとかなりきつかったね。やっぱ変化球があるから、その変化球問題が結構厄介で、あとは今の本番よりちゃんとなんか簡単なものが前半、難しいものが後半ってなってる。今結構混ざってきてる気がするんですよね、公開テストって。前半にも結構ストレートじゃない難しいものも出てくるけど、なんかこの公式は後半に固まってる感があったね。はい。あ、だからパート2はそう 1.8 倍速で2問間違えたから。でパート3、4がやっぱ結構場面が思い浮かべづらいのがある。そうですね、最近のものになってるって感じかな。レベル自体はそこまでだったけど、でも1問ミスってっかな。場面が思い浮かべづらいっていうのと、まあ、あとね、デジタル化してるのと、あと環境だよね。環境めっちゃ多いね。環境のトピック、リーディングもそうでしたけど、環境のトピックがすごいたくさん出てくる。だからこれまさに今のトピックです。デジタル化、そして環境に関することっていうのはすごくよく出てきますね。あとあれだよね。一番びっくりしたっていうのはさ、ラーメン出てきたよね、確かね。あるセクションにね、あるパートに出てきましたけど、はい。面白って思いました。で、パート5は、テスト1は簡単でした。うん。まあ、もちろん最近のものがあるんで、ちょっとそこは最近の形式あんまりわかんないなって人には、おってなるかもしれないけどね。はい。あ、ちなみにだって僕、ね、選択肢だけで5割正解してますからね。はい。で、パート6は本番よりは簡単。うん。今の本番の方が難しい。だから文挿入問題が、やっぱはっきりしてるものがちょっと多いよね。もう代名詞、はい、これ指してるのはこれだからっていうので、あるんで、その点で簡単かな。うん。はっきり文法で解くのもあったしね。今の方が解きにくいよね、本番の公開テストの方が。で、やっぱパート7ですね。こいつは結構厄介だね。難しいね。はい。自分自身は、照らし合わせるのに一個引っかかってるから、
リーディング1もミスってますんで、ただ最後の方のさトリプルとかもうさ夜中の2時とかなんですけどやってるのさ、ダブルトリプルでさレベルガンガン上がってくよね。テスト1の話ですけど、テスト1の最後とか語彙のレベル高みたいな、知らない単語いっぱい出てくるでしょう。多分多くの人がまあトイックに重要だと言わない単語がドカドカ出てきますね。またそれがさ複数回出てきてるのあるからね、リーディングでいやこんなん知らんでしょと思ったらまた出てきたよこれって思ったのがあったんですけど、うん、ちょっと面白いね。語彙のレベルがかなり上がってるというか、はいはいはい、こういうのも出てくるんだな。だからまあ多くの人にとっての未知の単語が多い。あ、糸問題も結構難かったと思うよ。どうできました？あれ消去法使わないとこの糸問題解けなくねって思った。でまあやっぱり環境についてがすごく多くて、あと選択肢がいわゆる全く本文に載ってないというか何にもなってないっていうやつありましたね。はい、最近出題されるやつですね。この題名としてふさわしいのはどれかとかねあったりするんですよ。だ例えばトピックが環境だからこの題名についてふさわしいのはって題名が4つ並んでて環境のものを選ばなきゃいけないとかっていうそういうパターンの問題ですね、はい、それ最近出てくるやつですけど、それがまた登場していましたし、推測照らし合わせが厄介で、推測と照らし合わせの合わせ技っていうのも出てきたんで、いや結構むずい、うん、厄介でした。なんでまあテスト1に関してはパート2がややなんで、で7がやっぱむずいっていうイメージでしたね。どうでした？やった方お知らせください。そしてテスト2になったらパート5がボーンとレベルが上がってた感じですけど、やった方ぜひ教えてください。まあだからやりごたえがあった、今までの公式問題より明らかにやってておおってなることが多かったですね。でぜひともね出てきた表現、はい、覚えていただければいいんじゃないかなと思います。最近の公開テストでああ初めて見たなって思ったのがちょこ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 いたんで、ああやっぱ出てくんだなっていうね、明らかに反映してますよね。だから今の公開テストむずすぎるよっていうのでこういう風になってんだなっていうのが分かりました。まああとは僕先読みしないでね、やったりとか、まあこれねオンライン版も今ね、はい、770円で受けられたりしますけど、はい、そういうのも意識してやってんのかなっていう印象でしたけどね、まあ、とにかく出てきた表現をねきちんと覚える、まあ回答のプロセス、そして、出てきた表現を覚えるっていうのを絶対やってください。そうやって復習しないとできるようにならないからトイックって、ぜひそれ忘れずに。そしてそんなトイック対策の僕の講座できましたんで、はい、トイックアッセンシャルズっていうのが発売開始でございます。いよいよ販売開始、発売は発売されました。オンラインでですね、僕の講義があるやつですので、最近のものに合わせて講義してて、で、まあ、エッセンシャルですから、もう基本的なものです。で最初ね、作り始めた時は、わ、結構難しい問題が入っちゃってるなって思ったけど、トイックがどんどん難しくなってったんで、まあ、まさにエッセンシャルです。もう基本の、ね、これをちゃんと知っておけっていうものが講座としてなっていますので、まあ、テキストもね、PDF でついておりますんで、そちらを見てもらってね、やっていただければと思います。はい。動画講座なのに5500円というですね、もう破格でございますんで、はい、パート1からパート7まで解説していますんで、ぜひ、見ていただければと思いますので、はい、こちらもよろしくお願いします。で僕はもう今日この後ね2時間のオンラインのやつでテスト、770円のオンラインのテストを受けて、で明後日はトイック本番に臨みます。でまあこの動画出てる頃にはもうね次の日トイックって方が多いと思うんですけども、はい、ぜひ講座もよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。